かっていうことができなくて、すみません。無理無理、謝らなくていいです。大丈夫、勝ち切ることはできなかったんですが、まあでも、生徒たちは本当に一生懸命、日本一になれなかったんですけど、日本で一番努力したチームだと思ってます。嬉しいですね、こういう選手です。一緒にバスケットができる、感謝してます。ありがとうございました。長い間ありがとうございました。今年のチームはこれで終わりです。努力してきたことを、子どもたちが一生懸命それぞれの立場で努力してきたことを分かってたので、見えないところでもいっぱいいろんなところでチームのために頑張ろうとしてくれてたこと、本当にここで結果出させてあげられなくて本当すみませんでした。でも本当にコートの上で戦ってる姿とか、陰でサポートしてくれてる3年生の思いやりある構造とか、全てが私は素晴らしい生徒たちだなって思ってるんで、これからもまた3年生は卒業しますが、それぞれのところへ行って頑張ってくれることと思ってます。本当にいっぱい助けてくださってありがとうございました。今回はリグレットして勝つことができなくて、すみません。無理無理、謝らなくていいです。大丈夫、皆さんの応援だったりサポートが本当にいつも自分たちの力になって、今日も後ろから聞こえる応援だったり声が本当に自分たちのパワーになりました。今まで本当にありがとうございました。今まで応援やサポートありがとうございました。試合に負けてすごい悔しいんですけど、皆さんの応援やサポートのおかげで最後まで戦い抜くことができました。最後まで諦めずに戦えて本当に良かったと思います。応援ありがとうございました。
ここに居残るためにしたことはすごい自分でも自信を持っていいかなと思っています。いつも支えてくれた B の子たちもチャンスが必ずあると思うので、みんな悔しい思いをしないように最後まで先生方を信じて頑張ってほしいです。応援ありがとうございました。また3年生はちょっとゆっくり休んで、また次のステージがありますので、また頑張ってくれると思います。本当にいっぱいのファミリーで、嬉しいです。ありがとうございます。